皆さん、こんにちは。タグの株ブログも書いているタグです。タグの株ブログは資産形成に特化したウェブサイトとなっています。概要欄から飛べますので、ぜひご覧ください。高配当が好きな私は日々企業の分析を行っています。初心者からの株式投資ということで、大手有名企業はもちろんのこと、規模は小さいけれども優良企業の決算を紹介しています。今回はセブン銀行について解説したいと思います。セブン銀行は以前衝動買いしてしまった銘柄です。セブン銀行の ATM は2022年3月末での国内設置台数は 26,253 台で、国内最多の ATM ネットワークを持っています。そう考えると、セブン銀行 ATM は生活になくてはならない社会インフラの一つとなっています。そんなセブン銀行は2022年3月期の決算を発表しました。セブン銀行の情報をもとに私の意見も含めて解説したいと思います。セブン銀行の株を購入しようかと思っている人の参考になれば幸いです。セブン銀行の企業概要です。セブン銀行は ATM サービス中心の流通系ネット銀行です。セブン&アイホールディングスの子会社で、セブンイレブン、伊東洋華堂、空港、駅等に ATM を設置しています。海外は米国セブンイレブン店舗に設置しており、インドネシア、フィリピンでの設置を加速させています。大株主はセブンイレブンジャパンで、持ち株比率は約 38% となっています。2019年にオンライン決済代行などのファイナンス関連を主軸にマーケティング関連事業に注力しているメタップスと資本業務提携を結んでいます。セブン銀行は ATM サービス、決済口座、インターネットバンキング、海外 ATM で稼いでいます。東南アジアのインドネシアやフィリピンでも ATM 設置台数を増やしています。セブンイレブンがある場所は利用客などが完全に計算された場所に出店しているので、人が集まるところに ATM を設置できるメリットがあります。セブン銀行の業績についてです。これは四半期ごとの売上高と経常利益のグラフです。以前と比べて売上高としては回復してきていますが、経常利益の回復は遅れています。第4四半期の1月から3月を前期と比較すると、売上高は 0.6% の増加、経常益は 31.2% の減少、最終益は 7.5% の増加となりました。1年間のトータルに関して、前期と当期の結果を比較してみたいと思います。前期比で売上高は 0.4% の減少、経常益は 20.7% の減少、最終益は 19.6% の減少となりました。配当金は年間11円で変わりはありませんが、経常益、最終益が 20% 前後も減少しているのが気になります。ATM 総利用件数は増加したものの、銀行向けの新たな ATM 手数料体系の導入、第4世代 ATM を含む、将来へ向けた成長投資、費用増加のため減益となりました。経常益、最終益が大幅に減少していましたが、では、もともと予想していた業績との比較をしてみたいと思います。業績の差は、売上高は 0.7% の下振れ、経常益は 0.2% の下振れ、最終益は 5.7% の上振れという結果でした。予想外に業績が悪くなったということではないようです。最終益に至っては 5.7% の上振れという形になりました。セブン銀行はやはり ATM を成長戦略としています。ATM 利用件数は増加に転じており、ATM 台数も増加しています。ATM だけ増やしてどうにかなるのかと思いますが、金融機関との共同運営を拡大しています。各銀行も ATM の設置、
維持にはコストがかかります。 ATM を共同運営していくことで利用をさらに拡大させていきます。通期の売上高と経常利益のグラフです。2022年度の業績は減収減益となりましたが、2023年度は増収減益を予想しています。2023年度の業績予測は前期比で売上高は 9% の増加、経常益は 0.9% の減少、最終益は 6.4% の減少を予想しています。配当に関しては前年度と同額の年間11円を予想しています。現金プラットフォームからサービスプラットフォームへ進化するべく実証実験を加速しています。金融機関での手続きによる利用のみならず、中古品売買時の本人確認登録やホテルの事前チェックイン受付など非金融企業での活用方法についての検証を行っています。第4世代 ATM の設置を拡大しています。第4世代 ATM は2019年から設置が始まりました。プライバシー空間の拡大、デュアルディスプレイ、ユニバーサルデザインを兼ね備えた ATM です。顔認証機能を持ち、本人確認書類の読み取り、 QR コードの読み取り、非接触 IC の読み取り、 Bluetooth による通信が可能です。QR コードを活用して現金の入出金だけでなく、シェアリングサービスやチケットサービス等の様々なサービスの受付、支払い拠点へと進化しています。セブン銀行の株価と配当についてです。これは2022年5月8日時点での月足チャートです。相変わらずですが冴えない株価が続いています。前向きに考えると2020年12月下旬の1株215円以降、緩やかな右肩上がりを見せています。ちなみに私が衝動買いをしてしまったのは219円です。直近のほぼ底値で購入できていますが、私は購入したら売却はしない方針なので、不祥事などが起きない限りホールドしていきます。高配当投資はある程度人気が落ちた株を逆張り的に買っていくところがあるので、高配当投資に向いている銘柄なのかを今回のように分析する必要があります。配当金についてです。2023年度の配当金は年間11円で配当維持の予定です。10年以上減配はないので配当金は安定していると言えますが、当期は2年連続で1株利益も減少する予測なので、毎回の決算をしっかり確認したいですね。配当利回りについてです。配当利回りは 4.5% 前後になっています。配当としては現時点でも十分高配当です。減配リスク、株価下落リスクの判断が重要ですね。配当成功についてです。2022年度の配当成功は 62% でした。2023年度は1株配当が11円で1株利益が 16.6 円を予想しているので、計算すると配当成功は 66.2% くらいになりそうです。配当成功は高めと言っても良いでしょう。この配当成功ではなかなか増配とはいきそうにありませんが、個人的には最低限配当を維持してくれれば良いと思っています。となるとセブン銀行の株を購入検討している方はいくらで購入するかが重要になります。監視リストに入れるなど株価を注視して自分の納得のいくところで購入したいですね。ちなみにセブン銀行は株主還元の方針として配当成功は 40% 以上を最低目標としていましたが、今後の配当成功が上がりすぎないように業績を上昇させていけるよう頑張ってほしいですね。セブン銀行のキャッシュフローと財務についてです。営業キャッシュフローは減少しましたがプラスを維持しています。投資キャッシュフローは次世代 ATM などの投資を行っているために大幅にマイナスとなっています。財務キャッシュフローもマイナス形状ですが、
配当金の支払いなどを行っているためにマイナス計上となっているので、特に問題はありません。総資産における現金の比率も高く、75% 以上あるのがわかります。財務についてです。自己資本比率は 20% 前後で推移していますが、前期よりも 0.4% 増加しました。利益剰余金についても着実に増加しているのがわかります。利益剰余金は調べられた2008年以降、毎年増えています。借金はなく、財務は大きな問題はないと見ています。まとめです。セブン銀行は、セブン&アイホールディングスの子会社で ATM サービス中心の流通系ネット銀行です。第4世代 ATM の設置を加速しており、2023年度は増収減益予想をしています。財務は無借金で配当は維持予想となっています。セブン銀行を開設しました。セブン銀行、イオン銀行、ローソン銀行といった流通系銀行は変化を求められています。日本においては ATM 利用件数、設置台数は徐々に増加しています。今回は詳しく触れませんでしたが、セブン銀行は国内での海外需要や海外事業にも積極的に動いています。東南アジアのインドネシア、フィリピンにおいては ATM 設置台数は右肩上がりに増加しています。キャッシュレスの波はありますが、設備投資をし、第4世代 ATM への移行を加速しています。株価こそ冴えない感じがしますが、着実に事業戦略を遂行しているので、今後も注視していきたいです。セブン銀行は1株あたり250円前後の値段なので、単元株でも十分購入できます。比較的購入しやすい株なのかなと思います。特に投資初心者の場合は、単元未満株が購入できる証券口座を開いて、少数株から購入してみてはいかがでしょうか。今後も別の個別株も解説していきますので、一つの参考にしてみてください。以上です。ありがとうございました。このチャンネルでは、生活改善情報を発信しています。励みになりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。